鹿児島県種子島の西に浮かぶ無人島の馬毛島に航空自衛隊の基地建設が始まって1年経過しました。滑走路を造成して島全体を航空基地にする工事が順調に進められているようです。今回は防衛省が公開したイメージ図を見ながら出雲&加賀係留、入港について見ていきたいと思います。F-35B 戦闘機が新田原基地に配備される馬毛島との距離もかなり近い。これは防衛省の思惑だよね。2023年1月12日付、鹿児島の南日本新聞社が航空機から基地建設工事が進む様子を取材した記事を写真とともに掲載しました。森林伐採や造成が進み、作業用らしき羊舗装道が全域に張り巡らされている。あらゆるところで重機が稼働中。海沿いは大型船用の仮設桟橋が岸壁から沖へ伸び、内陸部にも建物が立ち並んでいたということでした。道東における基地建設が本格的に進められていると伝えています。防衛省は2021年8月6日、アメリカ海軍の空母艦載機の訓練及び航空自衛隊機が訓練を行う飛行場を持つ基地を建設するとして、鹿児島県西之表市の馬毛島を選定しました。それに合わせて、道東に整備される港湾施設など基地施設のイメージ図を公表したのです。馬毛島は、大隅諸島に属し、ロケット発射基地として、有名な種子島の西方 12km に浮かぶ面積 8.2 平方キロメートルで、周囲 16.5 キロメートル、島のほとんどが、低地で平らな無人島です。2005年、平成17年の国勢調査では、かつて馬毛島を所有していたダストンエアポート社、当時は、馬毛島開発の従業員15人が住民として登録されていたので、その時は有人島扱いになっていたようです。島の位置や形状から2007年頃より、横須賀基地駐留のアメリカ海軍第7艦隊の原子力空母が横須賀基地に帰投した際の艦載機の陸上空母艦載機離発着訓練 FCLP の候補地として注目されていたのです。その後、2010年、平成22年に、防衛省が馬毛島を自衛隊施設として使用すると決定。滑走路整備による航空基地だけでなく上陸演習場や事前集積拠点としても利用する以外にも災害派遣時の物資集積場として使用する計画を立案。種子島などにでは地元説明会を開いていました。しかし、馬毛島では2011年平成23年に馬毛島開発オーナー一族でトラブルが発生。その他にも滑走路建設などが原因の数々のトラブルも発生しました。そのせいで計画が危ぶまれていましたが、日本政府はアメリカ海軍の FCLP 訓練の候補地として2プラス2の公文書に表記。2018年には防衛省が馬毛島を海自空自領守る隊の拠点として活用する方針を発表。2019年タストンエアポート社との間で売買契約が成立したため、基地建設計画が進められているというわけです。南日本新聞記事によると、基地本体の着工から1月12日までの1年で、建物や施設も増えたので、まるで基地のための街が出現したようだと言っています。馬毛島の中央部には、建物が10棟以上密集し、宿舎の発電機や重機用とみられる燃料タンクやコンクリートプラントもなども確認され、基地建設工事が開始前からあったタストンエアポート社が建設したとされていた島の東西南北を十字に貫いていた2本の滑走路らしきものは痕跡すらも全く認められなかったということです。防衛省の計画では基地滑走路は2本。島の北北西から南南東にかけての長さ 2450m の死滑走路と 1830m の横風用滑走路です。この2本が区の字の形に交わるように設計されていて、滑走路地区の工事は2024年9月頃には完了見込みとなっていますが、現時点では全体像はまだ認められません。防衛省の馬毛島基地イメージ図では、島の東側の海岸線に3本の桟橋など艦船係留施設の設置が予定されています。こういった桟橋は、
現在、空母化改修工事が進められて、いる出雲、片越え艦、基準排水量 19,950トン、全長248メートル、全幅38メートルの接岸、入港を可能にするものです。係留施設として、桟橋のほか、防波堤や消波日下げなども建設される予定です。馬毛島に、大量の、物資や人員、燃料などを搬入するためには必要不可欠なもので、桟橋は、沖合1300メートルまで伸ばす予定ということです。馬毛島基地のイメージ図には、滑走路に沿って点在する駐機場スペース、整備などのための関連施設や管制塔などの飛行場支援施設が描かれています。他にも、基地要員などの生活スペースを含む訓練関連施設や、航空機格納庫に、燃料庫や弾薬庫、桟橋から揚陸した物資を収容する施設などが配置されています。横須賀を母港とするアメリカ海軍第7艦隊の空母ロナルド・レーガンは、乗組員の休養や補給整備のため、年間数ヶ月は横須賀に寄港することになっています。その間、艦載機パイロットは空母からの離発着ができません。その代わりというか、アメリカ海軍では、パイロット空母着艦資格維持のため、陸上の飛行場での FCLP 実施が義務付けられているので、平時においては、おおむね、年に1回もしくは2回、5月か8月に実施されるのが通常です。訓練1回につき10日間ほどの期間で、昼夜の区別なく行われることになっているそうです。この FCLP は、空母が出航する直前に集中して行われています。陸上の滑走路を空母飛行甲板に見立ててタッチ&ゴーを繰り返すものですが、夜間離着陸訓練 NLP では騒音問題が発生しやすいのは予測できますね。日本での FCLP は当初横須賀を母港とする第7艦隊の空母艦載機が厚木基地を陸上基地にしていたので横田基地なども併用して実施されていましたが、両基地とも市街地が近くにあるので騒音問題が絶えませんでした。それで、1991年、平成3年8月からは、横須賀から、南に遠く離れた小笠原諸島の硫黄島基地で実施されるようになっていたのです。しかし、厚木基地から硫黄島基地までは距離約 1000km です。長距離飛行のせいで、パイロットは疲労するし、航空機は疲弊、大量の燃料消費などアメリカ軍は経費増大を不満として、2017年平成29年に空母艦載機が山口県岩国基地に移転してから岩国基地に近い代替地での FCLP 実施を要望していたのです。でもアメリカ軍の経費って日本も分担させられているんですよね。太平洋戦争激戦地だった硫黄島は距離が遠いだけでなく今も火山活動が活発なのでその点の不安も理由にされているのでしょう。アメリカ海軍は岩国基地から近い馬毛島での FCLP は歓迎しているそうです。馬毛島の基地建設については、一部の市民などが反対を表明しています。馬毛島を管轄する種子島の西の表市では、2021年1月に実施された市長選挙で基地整備に反対する候補が144票差で当選したため、今後の計画推進を懸念する声があるようです。ただし、西の表市議会は、自衛隊施設誘致賛成の姿勢を示しています。今後については、市長と反対派市議の動きが注目されているのですが、種子島島の3市町村のうち、西の表市以外の中種町と南種町では、町も町議会も自衛隊施設整備に賛成しているそうです。防衛省は、海上、航空、陸上自衛隊それぞれに、馬毛島での訓練を計画し、常に、150から200名の隊員を駐在させる予定にしています。種子島には宿舎を建設し、その家族も居住させることになります。馬毛島島内には、施設保守管理に必要な最低限の隊員以外、基地隊員は、種子島宿舎から、定期船などで馬毛島に通勤する予定にしているのです。ということは、過疎が進む種子島で、1000人近くの若い世代人口が増えることになるので、地元では、地域の活性化つながると歓迎する声も多いと見られます。さらに、
基地や宿舎で必要な食料品や生活必需品などを地元で購入すると期待されるので、種子島島内の経済活性化に大きく貢献するとも予想している向きもいるとか。反対の声が一部にあるとはいえ、種子島島民の総意としては、自衛隊施設整備を歓迎する空気が強いとみなされているようです。日本の通常動力型潜水艦は世界最強とも呼ばれているそうです。では、どこがそんなにすごいのでしょう？見ていきたいと思います。日本初、画期的な駆動システムが生まれ、世界が仰天したことなんだよね。最終形態が一番厄介なのは、どんな世界でも同じです。2020年3月5日、神戸市の三菱工業神戸工場で、海自の最新鋭潜水艦を追う、竜の引き渡し式が行われました。この追う竜は、そう、竜型潜水艦の11番艦で、母港は広島の5基地です。日本の広大な領海を防衛する新戦力として、実戦配備の日を迎えたというわけです。ここといえば海軍基地として有名ですね。大ヒットしたアニメ、この世界の片隅に、では、あの大和の勇士が呉港に浮かぶシーンもありました。余談ですが、太平洋戦争末期、アメリカは原爆を呉に落としたかったそうです。しかし、天候の問題で広島に落としたのだとか、軍港である呉を狙ったというのは当然とも思えますね。さて、その追う竜のデータを紹介します。基準排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長 84M、幅 9.1M とされ、通常動力型潜水艦としては、世界でも有数の大型と言われるほどの仕様になっているのです。そう。竜型潜水艦は、10番艦までは、ディーゼル、スターリングの両エンジンと、鉛製の蓄電池を併用した、推進方式を採用していました。しかし、11番艦を追う、流派ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池方式を採用したので、かなり大きく変更したということになります。ここで気になるのが追う竜の速力ですね。公表された値は、水上で13ノット、水中で20ノットなので、エンジン機関を大きく変えたのにもかかわらず、先輩である10番艦までの艦と、大した違いがないことに気がついた方もいらっしゃるでしょう。ここで再確認したいと思います。そもそも現在の潜水艦という兵器の位置づけが、最重要軍事機密に該当することは、言うまでもありません。となると、その重要な兵器の性能を簡単に推測されてしまうような、正確な数値を公表するわけありませんよね。わざと、従来艦と違いのない値を公表していると考えるべきではないでしょうか。また、最新鋭艦追う竜だけでなく、従来の、そう、竜型についても、連続潜航可能時間や最大潜航可能深度等、潜水艦の性能に関する重要な情報は、極秘事項として一切開示されていません。
まさに厳重機密扱いということがお分かりでしょう。潜水艦のデータを隠しているのは日本だけではありません。世界的にも同じ傾向です。なので、オウリュウの公表値水中速力は20ノットですが、これは実際の可能速度とは全然違うのではないかと推測する人も大勢いるそうです。まあ、当然といえば当然ですね。データ秘匿の理由は、水中速度と連続潜航可能時間が明らかになれば、当該潜水艦の行動可能範囲が他国に把握されてしまう危険性があるからです。人の目に触れず、隠密行動を行う潜水艦にとって、活動範囲は絶対に敵に知られてはならない情報です。特に、通常動力型潜水艦においては、絶対に秘密にしておくべき情報と言えるでしょう。実は、原子力推進型潜水艦ですと、機関部分だけを考えれば、理論上、ほぼ無限に連続航行できるということが、はっきりしています。また、原子力を利用した機関は強力ですから、水中速力も30ノットは、出るだろうというのが、一般的な知識ですね。ですから、原潜は、通常型とは、逆に隠す必要がないのです。というか、隠してもバレバレと言った方がいいのかもしれませんね。現実的には原潜であっても、それを動かす人間、潜水艦乗組員は艦内で生活しているわけですから、彼らのための食料など物資の補給は必要です。狭い艦内に缶詰状態に置かれることに耐えていく人間のメンタリティの課題など様々あるでしょう。つまり、原潜自体はストップしなくても、中にいる人間にとっては、原潜での長期にわたる生活は、困難が伴うものではないでしょうか。話をオウリュウに戻しますね。鉛蓄電池と比べると、出力が大きいリチウムイオン電池を採用していますから、10番艦までの従来艦と同じ水中速力とは思えません。瞬間的なパワーは、原子力推進型に引けを取らないのではないかと思われます。原子力推進型潜水艦には、確かに長所が多いようです。それを考えると、アメリカやイギリスなどのように、保有している潜水艦が、すべて、原潜である、国々が、軍事力で、優位に立てることは明らかです。建造費、管理、維持経費、廃棄処分までの手間や予算を考えなければ、原子力推進型は一番パワーがあり、これに勝てる機関は今現在では存在しないとも思われますから、無敵ですよね。例えがちょっと飛躍しますが、原子力推進型というのは、簡単に言うと、人気アニメ、新世紀エヴァンゲリオンに登場した S2 機関。人類の敵とされる使徒が体内に持っている永久機関のようなものと思われます。つまり、無限に近いエネルギーを発生させることができる仕組みと考えていいでしょう。永久機関は昔から作りたいとか、作られたが壊されたなどいろいろと言われてきましたが、はっきり発明されてはいないようですね。昨今は、この言葉もあまり見なくなりましたが、人類は永遠はないと考え、永久機関を考えることを止めたのでしょうか。原子力推進型、通常動力型であるかに関係なく、潜水艦の性能のポイントとなるのは最大潜航深度です。どれほど深く潜れるかによって、敵の各種ソナーの捕捉から逃れられる可能性が高くなるのです。言うまでもなく、膨大な海中全域を一度に索敵することは非常に困難です。潜航深度に対応した
ソナー等の使用しかできないことを逆手にとって、自分の位置を敵に知られることなく、敵艦だけを一方的に攻撃できることを意味しています。要するに、敵のソナーより深く潜れば有利ですよね。つまり、敵より深い位置にいれば、下から敵を攻撃できるというわけです。実際に攻撃しなくても、自分たちのレーダーで捕捉できない潜水艦が同じ海中に潜んでいるかもしれないと思えば、自分たちに危険が迫るわけですから、水上艦艇の行動はかなり制限されるはずです。つまり、敵の捜索行動を牽制する力があるのは言うまでもありません。欧流派船体に使われている素材の強度から、約 600M 以上の深度まで潜航可能ではないかとも見られています。それが事実ならば、中国海軍潜水艦の深度が約 300M ですから、かなり優位とも言えます。しかし、舞台となるのは、水深の深い太平洋ではなく、水深が浅い東シナ海や南シナ海です。ここを、中国海軍との対潜水艦戦の主戦場と仮定した場合、欧流ではオーバースペックではないかという指摘も聞こえてくるそうです。簡単に言うと、ここに欧流を出すのは、もったいないということでしょうか？獅子は、ウサギを兵すにも、全力を出すという言葉もありますが、強力な兵器を惜しんで、時節を逃しては、元も子もないと思えるのですが、太平洋戦争末期の戦艦ヤマトを思い出すのは筆者だけでしょうか。潜水艦のキーポイントである潜航深度以外にも、日本の潜水艦が高いレベルにあると考えられている理由がもう一つあります。それが静粛性です。視界が悪い深い海中では、潜水艦の動きは、音で判断するしかありません。となると、なるべく、エンジン音や生活音などが少ない方が、当然有利ですよね。欧流は、原子力推進型より、構造的に優れている、部分を極限まで突き詰めていった結果、驚くほどの秘匿性を持った潜水艦になったそうです。欧流の静粛性については、中国潜水艦浮上事件が証拠になるかもしれません。2018年1月、日本の領土である尖閣諸島沖に、中国海軍潜水艦が突然浮上するということがありました。海中に隠れて行動するはずの潜水艦が、なぜ浮上したのか、大騒ぎになりましたが、真相は空示。海地が必要に追跡したので、欧流から逃げられないと判断して、仕方なく浮上したと推測されています。要するに、追跡されるまで気がつかなかったということですから、欧流の静粛性の凄さの証明ということでしょう。中国海軍の原潜には、数多くの騒音トラブルが発生しているそうですから、秘匿性に関して、欧流派世界最高水準の潜水艦と言っても間違いはないでしょう。日英伊三国で次期戦闘機開発を進める中、最新動画が公開された。F-35 戦闘機を超えるのは当たり前だが、無人機や小型ドローンなども掌握できる機体になるでしょうね。
2022年12月に、日本とイギリスとイタリアとの3カ国で、共同開発として行われる次期戦闘機の計画名は、グローバル・コンバット・エアー・プログラム、通称、GACP と明かされ、現在、本格的なフェーズへ入っている。2021年末には GACP という計画名称は未定だったが、すでに日本とイギリスとの間での機関部やアビオニクス類の協業関係は顕在化していた。その対象が戦闘機というケースは、太平洋戦争後の日本においてアメリカという唯一の軍事同盟国との協調を最大の前提としていたため、事業の利とでも形容すべき分野であった。それがゆえに、今後開発される次期戦闘機が代替する F2 戦闘機に関しても、ロッキード・マーチン社が擁する F16 ファイティング・ファルコンを基軸にして開発を行った機体であり、同社の技術供与は揺るがないという見解が多数を占めていた。また、一部では、F2 戦闘機で懸念される点として、ロッキード・マーチン社との共同開発が行われた原因と予想された機関部の純国産化に関して、IHI 社製の試作機 XF9 が、2018年に防衛装備庁への納入を果たしたことから、念願の純国産化を支持する声も上がっていた。しかし、単なる宇宙に打ち上げるロケットではなく近い将来の戦争で使うような新型戦闘機を、今や自国の技術のみで開発を遂行できるだけの基盤を確保することや、軽く見積もっても超単位の開発費が想定されるため、このご時世で日本が次期戦闘機開発を純国産化で成し遂げることに疑念を抱かれても仕方がない。そのため、現行の F2 戦闘機でも共同開発を行い、また最新鋭の第5世代戦闘機 F3 ゴライトニングにも日本は総数147機の調達を決定している状況から見ても、その売買権利を有するロッキード・マーチン社の主体的な参画は揺るがないだろうと見ていた。しかし、そのような推察を裏切るかのように、日本はF2 戦闘機の代替機を GACP にて調達する方向に切り替え、ロッキード・マーチン社が、それらに随伴する無人航空機等の分野への関与に止まるという流れになった。ここ近年の航空自衛隊で採用された戦闘機の編成を見返しても、F4 ファントム、F15 イーグルがアメリカ製の機体のライセンス生産、F2 戦闘機が日米共同開発、F3 ゴライトニング2に至っては、完成品の購入、および国内での最終組み立てという完全アメリカ依存の傾向は揺るがなかった。特に、第5世代戦闘機を西側諸国の市場で独占しているロッキード・マーチン社は、アメリカ空軍専用の F2 にラプター、NATO 同盟国やそれに近しい国々に F3 ゴライトニング2を供給して、その地位を盤石のものとしているようにも見えていた。アメリカ空軍の次世代戦闘機開発計画とされるニュージェネレーションエアードミナンス、通称 NGAD も本格始動することがすでに打ち出されているが、ここでの開発主体も予想通りロッキード・マーチン社が優位性を発揮するだろう。ちなみに、GACP も NGAD も計画名から伺えるような戦闘機単体での開発は試行しておらず、それらの計画の中に、有人戦闘機の機体開発という内容は含まれているものの、合わせて、それらが完成して随伴させる無人航空機を含めた航空システムの構築を目的としており、あくまでも、有人戦闘機は、ツールの一つという形に位置づけられている。そういった背景から、ロッキード・マーチン社も、GACP における無人航空機分野に対する関与は継続する方針であると見られているのだ。一方で、日英3国による GACP の公式な進捗情報は、
2022年末の共同開発の各国政府からの公表以来、2023年7月時点でも非常に少ない。一時期は GACP における日英遺産国の開発費用の安分比率が2:1になるのではないかという推論がイギリスのロイター等で報じられたこともあったが、イタリア政府が即刻に否定していた。こういった中で、2023年6月13日に GACP 完成に向けた基幹部開発に関しての情報をイギリスで同プロジェクトの主管を担う BAE システムズ社が30秒ほどの映像を YouTube 等で公開した。その映像の中で基幹部の静止画像等はなく、 IHI 社が防衛装備庁に納入した試作機である XF9 とは別物であるようなものが映し出され、どちらかといえば BAE システムズ社が主体的に開発を進めているようにも感じた。また BAE システムズ社は機関部以外にも搭乗者の緊急脱出装置や2027年までに実証機の製作を行うことを表明していたが、当時のタイミングであのような内容のアナウンスが何を目的としているのかは理解できません。ちなみに GACP の構造を大まかに分けると、イギリスは機体本体や全体の統括を BAE システムズ社が請け負うほか、機関部をロールス・ロイス社、アビオニクス類をレイナル UK 社がそれぞれ担当する形となっている。そして日本の場合は機体本体や全体の統括を三菱重工業社、機関部を IHI 社、アビオニクス類を三菱電機社が担当することになっており、最後にイタリアの場合は機体本体や全体の統括やアビオニクス類をレオナルド社、機関部をアビオエアロ社がそれぞれ担当することが表明されている。GACP の大元ともいえるテンペスト計画においては、イギリス、イタリア、スウェーデンの参加で推進されていたところ、今後は、スウェーデンも、再び同グループに加わる、可能性も浮上している。そもそも、元々のテンペスト計画と同様に、GACP も、次世代戦闘機本体の開発も包括していることから、それは、要するに、第6世代戦闘機の開発を目指すプロジェクトであるとの認識も多いとの見方があった。しかし、日本の次世代戦闘機開発に対する技術供与のボス的存在でもあるロッキード・マーチン社が、こんなにもあっさりと身を引いた理由の一つに、それらのプロダクトがアメリカ側の志向する第6世代戦闘機の資質を備えていないと判断されたためとも指摘されている。こういった第00世代という区分そのものが、実際に生産された機体の特性を鑑みて後付けで分類する性格のものであることは誰もが認める事実であり、そもそも第6世代戦闘機の要件は、さらに高度な機体自体のステルス性、追半駆無人航空機の完成、高度なネットワーク化などが挙げられている。ただしこれらの要件自体も、第5世代戦闘機の F-35 ライトニングにでさえも今後のアップデート次第で十分にカバーすることが可能な能力とも思えるため、あながちアメリカ側が GACP を次世代のものと見ささないという見解も的外れではないのかもしれませんね。それにしても第4世代戦闘機の先陣としてアメリカが開発した F-15 イーグルや F-16 ファイティングファルコンの最新型が、限定的なステルス性能や飛躍的に強化されたアビオニクス類の装備で第 4.5 世代という評価を受けている事実は、示唆的に思えて仕方がない。これすなわち GACP の中でも F-35 ライトニング2の生産に大きな関与を果たした BAE システムズ社が主体的な役割を担うことで、少なくともそれを 5.5 世代相当の機体に仕上げる可能性は間違いなく高いと
誰もが思うことだろう。それが本当に実現されたならば、今の F3 ゴライトニング2では困難とされていた、日本やイギリス、イタリアが、自由に、自国の必要性と照らし合わせて、回収を行う自由度が増すため、実際に、最終形態で、次世代戦闘機となる機体に関しては、再度、アメリカからの調達も、今後検討する余地を残せばいいのではないでしょうか。